噂をすればなんとやら。ご挨拶が遅くなりました。長男の直樹です。はい、原さん。ひげ直樹。そうだもんね。なんで俺がお前の制服を。だって小さい頃からスカート履いて育ってきたんでしょ。なんでそれを。おばさまにいただいたの。何や、袋のやつ。とにかく返せ。嫌よ。いいから返せって。嫌よ。だって私あなたにいじめられてばっかりなんだもん。入江くんの寝顔。お夜食持ってきたわよ。あれ、あの子お前に告白した子じゃないの。お前この3年間でそういうの初めてじゃない。何、うん、パンついてた。こどこに気があるんか。さあね。けど彼女はあんたより俺に気があるってことを忘れるなよ。数学と物理。何してんだよ夜中に人の部屋でゴソゴソと。健全なお付き合いだって。そっか、お前まだ俺のこと好きなんだ。こんだけ噂されてるんだから今さらそんなこと言ったって。おい、忘れ物。コーヒー入れてくれ。お前ってすごいよな。前から思ってたんだけど、なんでそんなに一生懸命になれるんだろうって。そんで一生懸命にやるのになんでそれができないのかなって感心しちゃって。入れる入れる。これ飲んで。この薬よく効く。この薬眠くならないよな。イルちゃん、俺が合わされとって。指入れ。何してください。すいません。試験受けて、おじさまもおばさまもゆうきくんもみんな応援してるんだから。ゆき、お前受験に行ったんじゃないの。私のせいで入江家にとって最悪のことが起こってしまった。今までありがとうございました。寒い。なら缶コーヒー持つか。俺が東大行かなかったから出ていくのかよ。だったら最近お前といてハラハラするのも刺激があって面白い。だから何なんだよ、チョコでもくれんの。もしかして期待してた。別に。あるじゃん。まず。じゃあ行くわよ。もうちょっとくっついて。ほら早く、もっともっと。あ、そうよ、それよそれ。素敵。パンくずついてるぞ。入江くん、もしよかったら第二ボタン。断る。イエナオキ。じゃあ私先。その言い方、この冷血男。その冷血男が好きなんだろう。俺はこれまでの人生で人に知られて恥ずかしいことなんてしてきてないけど。
天才にも弱みってあるんだよ。まさか。なんで？おばさまからもう一枚いただいたの。大事に天気に入れ替えたの。大好きな入江くんの幼少期の写真をね。でも100年の恋に冷めるわよね。だってこれじゃ女の子だもんね。お前ちょっと来い。すごいんだって怖くない？私入江くん好きなのもうやめる。じゃあ忘れてみろよ。ざまあ見ろ。でね。うん。コトコも大学頑張りや。人口ね、里にもね。もしかしてその松本さんって入江くんのこと？あれ、いや気持ち焼いてんの。そんなこと。そうだよな、確かに松本って美人だよな。スタイルもいいし、それに頭もいい。あいつ全国模試に5位になったことあるんだって。あれ、お前俺のこと忘れるんじゃなかったっけ？俺たちキスまでした仲だっけ？忘れられなくなった、俺のこと。私からかわれてるんだ。逃げるな、ラケットを持て、目を開けろ。大変だ、相原が気絶してるぞ。なんかね、お父さんいい物件見つけたらしいんだ。え？お前は一人じゃないんだから。俺がいるんだから怖がるな。足ひねったのか。たく情けねえな。ここか。おお、痛い。ごめんなさい、私また負けちゃって。花から勝とうなんて思ってないさ。悪い、今日はこの辺で。私入江くんと一緒に走ってる。ここまで来れば大丈夫だろう。夕飯。結婚したいとか？え、たまった。プロポーズ。バーカ、どうしてそこまで飛躍するんだ。だよね。俺はお前と同じ家にいても嫌じゃないって言ってるんだ。苦手だけど嫌いじゃないよ。服だけじゃなくて顔もひどいことになるぞ。